歴史とはこれ人生の道しるべなりどうも日本の文化力チャンネル読み人一世です本日もボランベンさん不在のため我一人での配信となりますさて光君へ第17回最初から本日のメインに参りますが藤原の道隆を中心とする中野関白家についてお送りしたいと思います道隆役の井浦新さん この道高最後の回でやっと彼本来のポテンシャルが出てきたなと我は思いました井浦さんといえば2012年の大河ドラマ平野清盛でストックイーンを熱演されたのが大河ファンの間では有名な話なのですが今回病に侵された道高が最後の力を振り絞り息子コレチカを感覚に据えようと まさに野叉のような表情で奔走するもうまさに聞き迫る演技だったと思いますそして今から遡ること12年前の大河ドラマで自分の不遇を嘆いて怨霊へと変化していくあのストックイン役の演技がまさに今回の道隆とぴったり重なるようだったんですよ特に道隆が一条天皇に「これちかを関白に!」と 迫る一幕ですよね我が息子コレチカを関白にするために決死の行走で一条天皇に迫ったあのシーン我はあのシーンを見てね12年前の大河ドラマの「の平の清盛」でねもうストックイン役を演じた井浦さんがあの入る先の讃岐の国で息子の重仁親王が亡くなったという知らせを受けた時に。 もう今日の朝廷を呪って我日本国の大魔王となりて王を民に引き下ろし民呼ば王にのし上げんと血走った目で演技されていたあの井浦さんを思い出してしまいましたまあねもう道高にせよストクインにせよ両方ともこう思いすぎるゆえの親の執念を見事に体現されていたと思いますが まさに井浦さんは12年前ストックインを演じた時を思い出して今回のシーン撮影に挑まれたんだと思いました現に井浦さんは X でも道高の少佐はストックインを演じた際に身につけたものをベースにしたというふうに仰せでしたよねさてそのストック上皇も12年前の大河ドラマで正装に敗れた際 なんと思うままにならぬ我が人生よと思い通りにいかなかった我が身の糞を嘆いておられたシーンがあったのですが今回の光君へでも道隆による息子・コレチカに内乱の戦時を賜りたいとの懇願も一条天皇にはぐらかされ事実上一旦は跳ねろけられていましたよね。まああのドラマでもありました通り なんやかんやで結局は関白が病の間はという条件付きでコレチカは内乱の戦時を受けることができたわけなのですがで何分この時コレチカは若干21歳一条天皇がコレチカの内乱戦時を渋った時にあの理由をね何分若すぎるって言ってたぐらい 内乱といいう役職ははそれだけ軽いものででなかったんですちなみに一条天皇はこの時15歳でどちらかというと、まあ、一条天皇の方が若すぎるんですけどね、まあ、ただこれはドラマの進行上のセリフなんで、まあ、いちいち突っ込むのもせんなきことですしそれはさておきこの内乱という役職がどれだけ重いものか。 まあ少しだけ補足説明をはさせていただきます。まあ、これはね、これからの光る君へを見る上で、この内乱という役職が非常に大事なものなんで、えーえー、内乱とは天皇に相上する文書や天皇が採化する文書など、一切を先に見ることができる役職のことです。まあ、実際は見るだけじゃなく、 天皇に対して何らかの意見を述べることができたそうですそして関白も同じ職権を持ってますのでドラマでも「関白に準ずる職」というふうに紹介されていましたでは関白と内乱は何が違うのかというと関白はあくまで天皇の補佐役であって相乗を受ける天皇側の人間なんで相乗する側である 上官には在籍でできないんですよでつまり道長や佐根助たちが列席していたような苦行会議には出れなかったんです関白は現に道高も関白である間は苦行会議には出てなかったですよね確か一方内覧は苦行会議に出ることができたんですで内覧であることを盾に会議を先導することだってできたわけで ま、貞子さんも言ってた通り、内乱にさえなれば、関白になったも同じだったんですよ。ただ、形式上、役職の上では関白の方が上、ということでした。貞子さんね、あの、兄のこれちかとの話の中で、内乱になることを勧めて、20年ぶりでも何でもやってしまえばよいのです、とまで言い出してましたよね。いや、 急にこんな健謀術数を発揮するようになったの貞子さんに驚いてるのはもうこれはコレチカだけに限らず視聴者様たちとて同じかと思います我はこのシーンを見て往年の,あの金家の面影を感じてしまいましたいやさすが金家の孫こんなところで金家 DNA が見られるとはと思いますね本当 そして20年前に内乱になった人物というのは貞子が出した文書にも地味に書いてましたが金家の兄の兄道だったんですそうあの兼家とは犬猿の仲だった兼道彼も言中納言から大納言を経ずに一気に内乱になったんで、まあ、順序としては大概無理やりな感があるんですけどもまあ兼道はでもこの時47歳で とししてははさほど不自然ででありませんでしたそれに比べて内乱の戦時を受けたコレチカは先ほども申し上げたとおりこの時若干21歳この若さでの内乱就任となると当然周りの苦業たちからも反発を招きますさて、えー、ここで、えー、登場ですサネスケですよ <laughs> 反発の急戦法ね とうとう、サネスケも、公の場で、ガンガン吠えてくれるようになりましたね。いやー、なんか、今までは、サネスケって、日記や、この、少人数の中では、強気なことを吠えて、公の場では、割と、おとなしいという、まあ、今で言う、ネット弁慶みたいな感じで、少し、我は、物足りなかったんですけど、でも、最後は、ほら、あの、内大臣、これ近殿に、明日はない、とまで言い切ってましたしね。いやー、なかなかやるな、と。 この実助とコレチカがあまりうまくいってなかったであろうことは実助の昭有記の記載からも分かることが多いんです。例えば話は少し戻りますけど、990年9月、道高が中宮という位を無理やり作って、で貞子をそこにねじ込んだ時の話ね。その立候の儀式に備えて兄のコレチカが実助に。 儀式に関する日記の記載部分を貸してほしいと依頼したことがあったんですこの時はサネスケその日記の写本をコレチカに渡すんですけどその後の,、ね、あのサネスケの日記に皇后が四人並立するなんて昔から聞いたことないわって <laughs> 書き捨ててますしねあの日記を貸すのほんまは嫌やったけど まあ、コレチカの方が暗いも上やったしもうしぶしぶ渡したというところでしょうかそして翌年991年2月の実助の日記に至ってはコレチカから別の宮中儀礼に関することが書かれた日記の写本をまた送ってほしいと頼まれたらしいんですでも実助この時はそのお願いを無視してるんですよ でね、えー、このコレチカが要求した日記というのは、精神後期といって、サネスケのおじいちゃんの藤原実りが書いた日記だったんですよ。これは宮中の儀式について事細かに記してあるものだったんです。当時の公家社会では、宮中儀式をうまくこなせることが出世の条件でもあり、尊敬を集めるステータスでもあったんで、この精神後期の写本は、 当時の貴族ならば誰もが欲しがったものだったんですそれをね同じ、まあ、藤原氏とはいえ実助とは普段さほど付き合いのないコレチカが、まあ、こう何回もよこせよこせって言ってきてもですよ実助としてはなんでお前に渡さなあかんねんってなってくるわけですよ近しい親戚でもないし、うん、普段全然仲良くもしてないやつがよってなもんで しかもこの時、コレチカってまだ18やそこらの若造で、対してサネスケはこの時37歳。しかも官位はコレチカの方が上っていうね。日記であんだけ人の出世のことをボロクソ言ってるサネスケなら渡さないのも無理はないのかなと思ったりします。しかもこの時もらおうとしてたのは、コレチカがサネスケより上の位であるゴンダイナゴンとして行う儀式に 必要なことが書かれていた部分の写本だったんでなおさら実助もまあムカついたんじゃないでしょうか。貸さないサネス助の器が小さいと見ることもできなくはないんですけどまあでもねあの2回とも自分から行かず人をやってで日記をよこせって武士つけに頼むこの若造のコレチカも。 現代の感覚からすると多少角が立ちますよね。でそして今回のコレチカ内乱就任をめぐっても昭勇記で実助はこんなことは必ず失敗するであろう昔から今だこんなことは聞いたことがないと憤、まあ、ってましたそしてね、えー、まあこれもまた昭勇記に書いてあったんですけどコレチカが内乱に就任した時ね この苦行会議にいたあの藤原の秋光いたでしょ。<laughs> この秋光さん、他の苦行たち何人か連れて、<laughs> これかの祝女に向かって、であの、お祝いの言葉を申し上げに行ったっていうことなんです。<laughs> で、当然、サネスケは日記で彼らのことを心のよこしまな人と称するべきであると、悪態をついてました。 そういえばあの会議の場で藤原の朝照が疫病で亡くなったことに動揺した秋光が「我らはもう屋敷から出ない方が良いのではないか」と言ってたのに対して実助「屋敷にこもっておっては祭りとはできませるって言ってあの秋光に噛みついてましたけどこれも昭遊記のさっきの記載からこのワンシーンの着想を得てるのかもしれませんね。 いやー何でしょうねこの一連の人間模様って現在のサラリーマン社会でも似たような部分があるんかなと思うんです。例えば年下の上司にムカついている部下の図とかねまああと儀式の作法を知っていることが出世の条件って一見アホらしいな平安時代って思われてるかもしれないですけどよくよく考えたら現代社会でもあのほら 会議の運営や段取りがやったらうまいとか、その会社でしか通用しないような文書管理ルールにやたらとこう精通してる人が重宝されたりするパターンって割とありますよね。まあ昔も今も平和な時代ってそんなもんやったんかもしれません。まあこれからますます国際競争にさらされる令和の日本で、それがいつまで通用するかですよね。えー さて、えー、道高が亡くなるまでに至る彼の病状に関してなんですけど道高が自分で言っていたあの自覚症状ですよねあの目がかすむ手がしびれる喉が渇くこれらすべて糖尿病の症状ですよね。あの平安時代は飲水の病とか言ってましたが道高の場合酒好きがたたったせいでと言われています。 当時の酒はでんぷんが多く含まれていてで糖分も高かったらしいんですよ、まあ、あの道高もいつもこう酒ガンガン飲んでたじゃないですかあとそれに平安貴族はあまり代理の外に出ないから、まあ、基本運動不足なんですよね、まあ、疫病が蔓延していたこの時期は特にその傾向が顕著だったのかもしれませんちなみに歴史上の人物で糖尿病を患った って言われている人物は、ま意外と多くて、まあ、おとおとの,の道長もそうだったと言われてますし、あの鎌倉幕府を開いた源頼朝もこのえ家座ねという公家の日記に、えー、前右大将源頼朝を飲水により十秒という記載があったりします。頼朝の場合、落馬が原因で亡くなったっていう説は結構有名な話ですが。 あの糖尿病の末期って意識が飛ぶこともあるらしいんでもしかしたら糖尿病悪化に伴う失神によって落馬したのかもしれませんよね、まあ、あともっと意外なところでは織田信長も糖尿病だったのではと言われてたりします、はい、さて、えー、それと今日の阿部の春昭の道隆に対する接し方ですよそれは呪疎ではありません 恐れながら50秒が尽きようとしております」ってもう言い切ってましたよね。あんなん現代で患者に絶対言っいやあのまあ金家や道長へ接する態度と比べて道高にはあんなつれない態度をとるんやとねまあ冷たいな春明さんとも思ったんですけど。 まあ春明は元から道隆がというよりあの中野関白家がそう長く映画を誇ることはできないと、まあ、悟ってたんですよね結局は道隆の寿命がもう長くないとあれだけ自信満々に言い切ったのも阿部の春明は医療の心得が多少なりともあって、まあ、道隆の手がしびれるといったあの自覚症状を聞いて飲水の病の末期でもう長くないと。 悟ったのかもしれません NHK のホームページでも阿部の治昭が診療療法のようなものを行っていたっていう記載があって、まあ、だから彼が医療の心得があったという設定だったのかもしれませんはいそしてあの道高あ臨終の時ですよ金家と靖子さんの時と同じ演出をここでも仕掛けてきましたね忘れ字の行く末までは固ければ 今日限りの命ともがな君の思いはずっと変わらないとあなたは言ってくれるけれど遠い将来まで変わらないというのは難しいでしょう一層のことその言葉を聞いたこの瞬間に命が尽きてしまえばいいのにこれは義堂三子の母つまりは高子さん作で百人一首にも出てくる歌です あの、安子さんの嘆きつつの歌も百人一首に選ばれた歌であります。そしてこの歌、あなたの私への思いが将来まで変わらないというのは難しいでしょうって、この歌の中で高子さん仰せですが、実はこの歌も安子さんの歌に負けず劣らず切ない意味があったんです。 そのあたりの説明は、実は藤原の道隆の動画で解説してますので、ぜひ概要欄からこちらの方をご覧くださいませ。歌で高子と決めたと道隆は言い残して旅立ちましたが、道隆は高子への思いをついに最後の時まで変えなかったんですよ。君への思いはずっと変わらない。その言葉に嘘偽りはなかっただろうと。 高子に伝えて、感泊殿は旅立ったのです。最後は親子揃って息で感動を残してくれましたね。はい。さて、えー、話は少し戻りますが、あのコレチカと高い兄弟のシーンですね。高い峡谷の女ですか？堀川西の当院うんとコレチカに聞きますが、最後にコレチカが言った先の田上大臣の三の君。 この三のののの三君というのは金家の兄藤原ここはね、とりあえずこれだけにしておきます。まあ、あの知ってる人も多いと思うんですが、この先の展開をね、まあ、あの知らない人のために、一応あのネタバレ防止ということで、まあ、あのとりあえずこの三の君という名前だけ覚えておいていただければと思います。多分ね、何話か後にこのシーンの回収があると思いますんで、 まあそれまでどうぞお楽しみにさて真宙さんが書き写していた書物ありましたよねあれは宗師の古朝の夢というものです宗師というのは中国の春秋戦国時代大体西暦でいうと紀元前369年頃に生まれた思想家であったと言われておりますこの古朝の夢というのを紹介させていただきますと 昔もの、宗集、夢に、古蝶となる。屈善として、古蝶なり。自ら楽しみて、志に叶えるかな。宗たるを知らざるなり。俄然として、寒れば、すなわち、虚虚然として、宗なり。知らず、宗の夢に古蝶となれるか。古蝶の夢に、宗となれるかを。宗と古蝶とは、すなわち、ぶあらん。 これをこれ、仏家という。で、えー、この訳ですが、以前私こと曹州は夢の中で蝶となった。危機として蝶になりきっていた。楽しくて心ゆくまでひらひらと待っていた。自分が曹州であるという意識は全くなかった。はっと目が覚めると、これはしたり、曹州ではないか。曹州である私が夢の中で蝶となったのか。 はたまた自分は実は蝶であって、今夢を見て蘇州となっているのか。いずれが本当かは私にはわからないが、一つだけ言えることは、蘇州と蝶は全く別のものなのだ。よってこれをものの変化というのだ。さて、今回の話では、いくつか蝶が舞う場面が出てきました。一番最初に真宙が登場したシーン。 そして、道高臨終のシーン前後ですね。創始はこの文の中で夢か現実か定かになっていない状態の自分を描写しています。この詩を普通に解釈して、まず一番に思えること。それは愛する道長に看病してもらったことを知った真宙が、まだ夢から覚めきれず、自分の気持ちを改めて整理するために、この胡蝶の夢を書き写していた。 という解釈、まあ、でも今回の話では最初の真宙のシーンだけじゃなくて最後の道高臨終のシーンにも蝶が舞う描写がなされてましたんでこれは何を意味するのかですがまあ我思うにもしかしたらですがついこの間まで映画を誇っていた中野関白家が道高の死によって崩れ去ろうとしているその目まぐるしくも儚い変化を 夢から覚めた蝶の自分は人間であったというような創始の表現する変化に関連づけたとも捉えられないでしょうかこれからの中野関白家の運命を示唆するような何かとさてそんなわけで本日もご視聴いただきありがとうございました先週第16回放送の解説動画でとも子さんと道長のシーンのあの ともこさんがなぜあの場面で三人目の女性に気づいたのか、踏みをくださいとお願いしたところ、山のような踏みの数々が届きましたいや。送ってくださった皆さん、ありがとうございました。この踏み、一通一通、すべて我らは目を通して、えー、ありがたく読ませていただいております。まあ、そして、せっかくいただいた貴重な踏みの数々に対して、 我らもなんとか自分たちの思いを込めて変身したいなというふうに思ってますんでこの連休中にブランベンさんと一緒に質問やコメントに対する変身動画を作ろうと企画しておりますので皆さんその配信まで今しばらくお待ちくださいねそしてこの動画が面白いと思っていただけた方はチャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします X もやっておりますので、DM やコメントをお待ちしております。日本の文化力。